暗め。暗すぎる？ちょっと。今日も可愛いよって、ありがとう。明日が楽しみで寝られない。明日は生誕祭だ。明日生誕祭だ。いやちょっとトーンあげよう。今日はちょっとね、お仕事終わりの髪ボサボサでメイクは直してないので、そう、みんなさんお久しぶりです。ちなみにちょっとニキビちゃんは生誕祭までに直すことはできなかったんですけど、でもめちゃめちゃちっちゃくなってる。結構強敵でしたね。はい、かわいいよってありがとう。初見さんだ、嬉しい。明日は仕事なんで心の上にいます。あ、そうですね、やっぱ明日はねどうしても平日なのでね、もちろんお仕事とかいろんな都合で来れなかったり応募できなかったりとか外れちゃった方とかもいらっしゃると思うんですけど、どこにいてもね仕事中の方は心の目で見てくださいね。あ、るーちゃん今生誕祭だ、るーちゃん頑張って踊ってるかなっていう思いながらお仕事頑張ってください。そして DMM でアーカイブでもね見て、アーカイブでまた見れるから、そう、あと生誕最前DMM の方は、あの DMM の方はねみんな最善で見れるっていう権利があるのでDMM 最善で声出していきましょう。え、明日どんな感じですかみんな。あ、 DMM 間に合うのお仕事頑張る。わ、そっか、6時半そうだよね、お仕事終わりだから。でも気をつけてお家に帰ってね、急ぎすぎてなんか急ぎすぎて事故にあったりしたらもう後戻りできないというか、それこそ危険なので、も気をつけつつお家に帰ってくださいね。そしてるーちゃんの生誕祭で癒されてください。お仕事中なら帰ってみます。お、お仕事頑張ってください。仕事終わりに行きます。明日は生誕とピンクサイリウム2本登山で、嬉しい。楽しみですね。ピンクサイリウムいっぱい見れるかな明日は。なんか誕生日から6月23日かなってことは。把握してたんですけど、あ、まだ先だなと思って、まだまだ時間あるしと思ったらもう明日で、みたいな明日って感じなんですけど、明
日できるんで楽しみ、明日参加します。お、ルーチャーバターの方が嬉しい。し、午前中仕事で昼から向かいます。あ、なるほど、午前中は仕事なんだ。昼からね、楽しむのかな、名古屋の観光を。明日公園行くよ。えー、リチ、生誕ティー買えなかったです。え、本当に間に合わなかった。あのね、なんかでも劇場にね売ってたらしいです。買えなかったって方もね、劇場で歌ったから買ったよっていう声も聞いたんですけど、明日はセクシールーちゃんみたいな、おっとおっとおっと、セクシールーちゃん、あーちょっと待って、話したいこといっぱいあるね、生誕くじとか。うんうんうん、毎日ルーちゃんが一番可愛いので、明日の公演は仕事しながら応援します。嬉しい、ルーちゃんが一番可愛いって最大の褒め言葉ですよ。めっちゃね元気出る、嬉しい。お仕事応援してる、その代わりルカが応援してます。え、2年ぶりに劇場、2年ぶり、新公演じゃん、初かな。明日は再熱メスよろしくお願いします。あ、こちらはステージです、よろしくお願いします。そうね、あー劇場の在庫めっちゃ少ないんだ。でも売ってるんだね、それにびっくり。売ってるんだって、劇場なんかさ、トーク会場とかでも売ったらもっとゲットできしてくださる方が増えそうだなって思ったんですけど。ん、ゆうゆうがお揃いの髪飾りつけてたよ。ゆうゆう、ん、なんだろう、なんの、え、明日は末っ子にお世話してもらう日です。かわいい。え、末っ子って読まないよね、これなんだっけ。お世話してもらうんですね、とにかくお世話してもらうんですか。かわいいとか言っちゃったけど、お世話してもらってください。じゃあ、あ、ごめんね、ルルちゃんここにいるよって教えて言ってくれてたのかな。あ、ルルちゃんここにいます。寝てるじゃんルルちゃん。え、今いびきかいた、珍しくない。いびきかいたのルルちゃん今。ちょっとルルちゃんの寝息が聞こえます。聞こえた？みんな。かわいすぎる。やばい。かわいい。あ、なんとルルちゃん、髪切り屋さん行ってきました。だからリボンつけてるの。寝てる。いびきなんか初めてレベルで聞いたかも。そうです。パジャマです。パジャマです。かわいい。聞こえた？やばい。寝てた。眠たいかな。なんかスースーは聞こえるけど、なんかコーンみたいな音は聞いたことなかった。また聞こえてくるかも。聞こえた。そう、トリミングしたてです。やあやあ、
ちょっと待って、生誕季節まだ来てない。え、あ、来てないのほな、来てないか。じゃあ明日来てください。あ、一日、え、あれ、つかなくなった、なんで、え、なんで、え、なんで切れた。なんで？え、切れた。女優ライトが力をつけてしまったような。待って、女優ライト最近どっか行っちゃった。女優ライト、私の女優ライト、ライトが切れたから、どうしたらいい。めっちゃ暗いよね。悲しい。ライトないかな。ペット用のライトなかったっけ。もう寿命かも。ココイチで豚しゃぶカレー食べて、え、待って、ルカも今日食べた、今日食べた、ココイチ食べた、美味しかった。もうココイチ食べたい。ココイチ食べて、ココイチ食べて1時間後にもう食べたくなっちゃった。手持ち全然大変じゃないよ。裏飯よ、とあるところに。これは8年前の夏のことでした。怖い、やめとこう。ダメダメ、こんな時間にダメ。明るいかな、暗いかな、まあいっか、いいですか。いやでも明日生誕祭っていうのにこんなことしたらね。今日もいつものメニューで豚しゃぶカレーにほうれん草と納豆と、あれ、豚しゃぶカレーにほうれん草と納豆となすび。もう本当に美味しかった、また食べたい。やっぱね、今日明日生誕祭だから今日気合い入れるために食べたのと、ちょっとね、今日はね仕事だったんですけど、その仕事の影響で食べてきたんですけど、ちょっとまた告知するので、あの楽しみにしててくださいね。今日はちなみにこんな髪型でした、三つ編み。普段ね劇場公演では絶対三つ編みできないから、取れちゃうから、だからね、そう、もうココイチ食べた、美味しかった。あのご飯の量もっと大盛りにしたらよかったなと思ったぐらい。なんかココイチ食べてる時にもうあともう何杯も食べれるぐらい、このココイチとカレーも食べれるんじゃないかって、あ、ココイチとラーメン食べれるんじゃないかってぐらい、ずっと美味しいままでお腹いっぱいなんなくて、そしたら最後の本当に最後の一口でお腹いっぱいってなって、いやココイチすごいなと思って、カレー、いろんなカレー食べたい。だからまたね、他のなんか、あ、このメニューのこのなんかこれ食べたいなって、なんか今さ夏野菜カレーやってて、夏野菜大好きだから、そう食べたい。あとスパイスカレーとかも結構調味料系好きだから食べたいなって思った。いやココイチはねもう普通が辛いけん、普通に甘口頼んじゃう。甘口です。そう、お腹いっぱい、幸せいっぱいって感じだから、明日の生誕祭はもうめっちゃエネル
エネルギッシュ、パワーがすごいと思います。今お腹の中にココイチが入ってるから嬉しい。早く食べたいココイチ。あー美味しそう。そう、あのね、公園でとか三つ編みしたことある気がするけど、なんかここまでができなくて、ここら辺で止めてこっからツインだったらいけるけど、三つ編みツインって言うんだけど、これは三つ編みで、ここら辺からちゃんと縛り付けて三つ編みツインってやつだとここでしっかり止めれるからいけるんですよ。ここの下までの完全体の三つ編みっていうのができないので、やったらできるのか分かんないけど怖くてできなくて、ここがね、ここで縛ってて取れた時にもうピュッて落ちるだけだから多分できなくて、そうだから三つ編みツイン一時期めっちゃハマってやってたんだよね、数年前。そうそう、グラビア撮る前は我慢してたので、そしてたいつもなんか頑張った時とかにココイチ食べてたんですけど、だからグラビアの撮影の日とかはココイチ食べてて、あ、日の後か食べてて、ボムさんで撮影したんですけど、なんかカレーの話したら、あ、そういえばなんか前回2回目だったんですけど、今回ボムさんがそういえばなんか前回もこの後ココイチ食べるって言ってたなって覚えててくださってて、その初めて登場させてもらった去年のボムさんの撮影の時はなんとね、撮影場所からココイチが見えたの。話したことあるかなこれ。ココイチが見えて、もうずっとココイチ食べたココイチ食べたココイチ食べたずっと話してて、そうココイチがね撮影場所から見えてて、そうだからな、ココイチは頻繁に食べるってよりもなんか頑張った日に食べるっていうスタンスでいるんですよ。だからペース増やそうと思って週1とか。そうでもさ、なかなか行く機会ってないじゃないですか。それこそ最近もご飯全然食べに行ってなかったし、そうそう外食っていうのもあんまりしてなかったから、そうでもココイチ食べたいから、いろんな味をもっと知りたいから、そうだから美味しかった。ココイチラブです。でカレーラブ、カレー大好きだから、セブンのカレーとかもめっちゃ食べた。バターチキンカレーとかもなんか2日連続で食べた。カレー大好きな、カレー大好きです。そうだから今日コンビニにバターチキンカレーなかったんです。今日夏は売ってないのかな。グラビア直前はお腹出ないものだから、お菓子とかグミとかお腹出なかったりとか、飲むゼリーとかとか、そうだから、そうなの、だからちょっとまだ時間大丈夫か。実はね6月12日に手をつなぎながら公演がねあったんですけど、その後にねケーキでねサプライズでお祝いしていただいて、めっちゃ嬉しかったんですけど、もうねバクバク食べようとたい気持ちだったけど、やっぱグラビアの撮影が控えてたから、終わってからそう食べてなくて、だからエゴさんも一緒だったの、エゴさんも一緒に出てたから、そうやっぱね、うん、だからそうメンバーみんなに と一緒に食べたから、そうなんです、だからあんまり食べれてなくて、そうだからみんなに、そうみんながメンバーとみんなで一緒に食べたから美味しくて食べたんですけど、でも一口しかルカは食べてなくて、そうだから今度ちょっとね夢があって、一人でケーキ買いに行って食べるっていう、ホールケーキが食べたくて、だから最近ほぼホールケーキって
調べてる、ネットで。昨日も調べた、ホールケーキって調べて画像を見てた、永遠に。そう、ワンホール食べたいっていう夢があるの。本当にホールケーキ食べたいっていう夢があるの。そう。いや絶対に食べる。だって本当にずっと食べたかったから、ホールケーキ。もちろん一気に食べたら無理だから、あのもちろんお母さんとかと一緒に食べたりとかもするし、でも一人で買いに行って一人で食べたいって夢がある。大人食いです、大人食い。そうそう、そうです。なんかそうやるか、甘党だから、ルカめっちゃ甘党だから全然食べれる。超甘党です、実は。今ショートケーキかチョコケーキか迷ってるところですね。そう配信を、あ、確か食べるときもぐもぐ配信しちゃう。こんばんは、今来たよ、明日入るね。お、待ってまーす明日は生誕祭です。そして明日生誕祭なんですけど、あの明日はねちょっと告知したいことがありまして、まず明日の17時30分からテレビ愛知さん金土日に出演します。パチ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 。なんと青海ひなのちゃんと2人でテレビ愛知さんに出させていただきます。嬉しい。ひちゃんるちゃんコンビです。やったー。もうずっとね、告知したくてめっちゃ楽しくて。そうでもね、いつか分かんなくて放送日。そう、そしたらね、一昨日ぐらいに解禁されましたよね。そう、嬉しい。また明日の朝告知させていただくので。そう、テレビ愛知さんなので、金土日は初めての出演なんですけど、そう、こうツイッターの方にね、なんか広告の広告、予告映像が載ってたんですけど、みんな見てくれたかなピーヤ言いまくってる動画あ、ロキボで見れるのかな。確か、あ、見れる見れる、見れます見れます。ルカ金土日ロキボで見たことある。そう、あ、1週間くらい前から公式のスケジュール載ってて、あ、そうなんだ。なんか全然話変わるんですけど、6月12日のスケジュールに井上ルカ誕生日ってスケジュールに書いててめっちゃ嬉しかった。え、前からあったっけと思って、誕生日書く制度、嬉しくてスクショしました。そう、ライト全然眩しくない。え、みんな眩しいかな、みんな眩しかったかな。ちょっと明るくしてみたら、あー、黒くなりすぎた。ライトを消すか。え、あったんだ前から。早く気づいたらよかった。普通にスケジュール見てたら6月12日誕生日井上ルカって書いてあって、めっちゃ愛があると思って嬉しかった。そう、ロキポさんでも見れるのでね、もしテレビ愛知が私の僕のテレビで見れるよって方はぜひ録画してください。録画しといて、明日はやっぱり
生誕祭が6時半からあるのでね、劇場にもう来てたりする方がね、たりお仕事の方もいらっしゃると思うので、そう写真もねめっちゃ撮ったので、また載せるの楽しみにしててください。明日の17時半から。嬉しい、テレビに出れる楽しみにしててください。そして次、明日の今日解禁されたんですけれども、明日からなんと井上ルカの生誕くじが始まります。明日の18時から6時、6月30日の23時59分までなんですけど、そうなんです、今日ね解禁されてました。そうなんです、やったー。 A 賞から C 賞まで全部ルカが考えたんですけど、今回もそう。でももうすぐ生誕くじの季節かなと思って、なんかやりたいことというか、こういうことしようかなっていうのは結構前々から考えたりはしてたんですけど、今回の目玉商品 A 賞から C 賞 F 賞まで6種類あるんですけど、目玉商品は全部です。もう本当に全部A 賞があなただけに送るメイドルーちゃんからのビデオレターだよ。 B 賞、ミニメッセージ付きルーちゃんからのオリジナルサイン入り T シャツだよって。 C 賞、あなたの名前入りルーちゃんからのとっておきサイン入りチェキだよ。 D 賞、ルーちゃんをいろんなところへ連れてってアクリルキーホルダースタンドだよ。 E 賞、ルーちゃんがいっぱいルルちゃん、ルルちゃん、ルルちゃんチラリオリジナルランダムステッカーだよ。そして F 賞、待ち受けにしてね、ルーちゃんと毎日デートだよーです。あの本当にこれ嘘なしでんですけど、本当にハズレなしでもう全部考えたんですけど、あのなんかこのサイトをね見ていただけたらわかるとかと思うんですけど、なんかちょっとシークレットというか、結構わかるかな、シークレットななんかシルエットが多いんですよ。 F 賞だけ待ち受けにしてね、ルーちゃんと毎日デートだよって写真がね出てるんです。これもこの F 賞のルーちゃんと毎日デートだよ、もうなんて言うんだろう、あのここでしか見れない写真というか、このためにあのそういっぱい写真撮ってきたので、全部初出しの写真なんですよ。そう、あと特に F 賞はルーちゃんと毎日デートだよって書いてるんですけど、あのかっこルーちゃんと毎日もぐもぐデートだよです。結構食べてます、あの食べ物との写真が多いかも。そうで A 賞のメイドルーちゃんかのビデオレターはあの普通のルーちゃんじゃなくてメイドになったルーちゃんが登場します。そうだから皆さん、あのルーちゃんと F 賞は漏れなくルーちゃんとデートしてる気持ちになれます。そうもうここでにしかない全20種類の写真なので、そうぜひもうコンプリートしてほしいぐらい、なんかめっちゃ選ん、もうめちゃめちゃ選びました、どれが喜んでもらえるかなと思って。そうだからあの20枚に絞りきれなくてボツになった写真もあるくらい。そうです、だからもしボツになった写真ねどっかに載せれたら載せたいなって思いました、思ってます。で B 賞のルーちゃんからのオリジナルサイン T シャツも去年ねやりたくて、これはね5名様にしか当たらないんですけど、オリジナルサインだからルカの本当にここでしかゲットできないルカが作ったルカだけのあのオリジナル T シャツ
全部オリジナルだから生誕 T シャツとは別にまた楽しめるし、私のねサインが入ってますので、あの直筆ですよ、もちろんコピーなんてしませんからね。そう、これもずっとしたくて、あとミニメッセージ、あ、なんかインテネーションがミニメッセージ付きって書いてあるんですけど、ここもねメッセージつけたくて、なんかミニメッセージだから、そうなんかプチお手紙的な感じですね、ミニメッセージ、当たった方に書こうと思って。そう、去年なんかできなくてオリジナル T シャツしたかったけど、そうだからしましたねえ、みんなに当選してほしい、本当に。そう、このために他の国引かなかったの、嬉しい、キュン。そして C 賞のチェキも、あのこのために、そう、あの初出しチェキなので、全部初出しで、リー賞のアクリルキーホルダースタンドも、これはね、あのキーホルダーにもできるし飾ることもできるっていう感じです、ルーちゃんを。そうだから連れて行けることもできるし、連れてってあの例えばパフェとかカレーと一緒に並べて写真撮ることもできる。そう、これもしたくて、これは2種類あります、2種類あります。そう、これも初めてのグッズですね、嬉しい、これずっとやりたかったので、衣装のルーちゃんがいっぱい、ルルちゃんがチラリっていうオリジナルステッカーも、あのルルちゃんもねちょっと登場していただいて5種類のステッカーを作るので、これはねルカ携帯に今挟んだりしてるんですけど、ここにあのステッカー挟んだり、携帯に挟んだりとか、そう薄いから荷物にもならなくてステッカーにしちゃいましたそうだからいっぱいゲットしてほしい。明日の6時からもう始まっちゃうので、そう私が考え抜いた6種類、そうなので、ぜひゲットしてほしいなって思います。どうやったら当たりますか。そうですね、ルーちゃん好きな気持ちがあったら当たりますそうそう当たりますよ。テンション上がってきました。今日も可愛いよ、ありがとう。そう、ここいつ連れていける、エルカもらえるのかな、アクリルキーホルダー。自分連れて行っちゃったりしてみんな連れて行って、あのツイートとかそういうのエルカ嬉しいから、そうやっちゃってくださいそうそう、そうです、そうですよ。だからで、だから5時半からはテレビ愛知さんで金土日放送で、6時からが生誕くじ開始、合ってるかな、間違ってるかな、明日の18時から生誕くじ開始、18時半から井上瑠花生誕祭ということで、ルーちゃん尽くしのね一日になりますね明日は。はい、ってことで、井上くじ井上くじそうそう、明日はちょっと生誕祭なんですけど、なんか今は緊張よりも結構楽しみな気持ちが多くて、前回は、去年は6月26日だったから、去年より3日早いんだね。うん、
生誕スピーチはそうだな、なんかあのなんて言うんだろう、言いたいこととかは決めたけど、なんだろう、まだまとまってはないです。そう、でもなんかその場の気持ちだったりとか、あんま決めていくとさ、なんかガチガチになっちゃうから、去年もあんまり決めていかなかったんですよね。でも自分らしく、あの自分の気持ちを話したらいいかなって思ってます。手紙誰からだと思う、誰、手紙誰だろう、誰、結構気になる。誰、くまモン、くまモン、ルルちゃん、ひちゃん、マリン、エゴさんはね去年いただいたんですよね。そう、嬉しかったな。でも誰からもらっても嬉しい。手紙だよ。なんか前回中ちゃんの生誕祭聞いてて、やっぱ手紙、なんか生誕祭が久しぶりだったから、なんか手紙とかそういうのがあって、なんか手紙ってやっぱり大人になるにつれてなんか書かなくなるというか、こういう機会があると絶対書いてなかったから、書いてなかったし、のそういうなんかその場になんかなんだろう、手紙っていうことに立ち会わせたりもすることってないじゃないですか。ファンの皆さんもそうなのかな。よくなんか小学生の頃は友達同士でなんか手紙交換ごっことか言ってたけど、そうそう、書くことがねなくなっちゃうから、今はメモとか、あ、ファンの方からのねファンレターっていう、ラブレターっていうのあるんですけど、手紙っていうことが、しかもメンバーからっていうのは本当に、もちろんアイドルになってなかったら、そう、だからそれがすごい手紙っていいなと思って、思いながら聞いてたんだよね。そう、こんばんは、こんばんは。だからでも多分始まる前になると緊張してるのかな。緊張してなくはないと思うので、もう明日は本当に皆さんのあのコールをね、もう次の日声が出なくなるってぐらい声を出してほしいなって思ってます。やっぱコールあるとないじゃ、もう1億違いますから、1億パーセント、あのなんだろう、メンバーのなんて言うんだろう、あの空気感じゃないけどパワー、限界を超えれるんです、ファンの方の声は。本当にルーちゃんコールも盛大によろしく頼みました。そう、なぜか自分が緊張してきたの。そしたらもっと緊張しちゃうよ、ルカ。そうか、のど飴必須です、のど飴、うん、のど飴必須。いや、みんなのコール楽しみだな。全力お願いします。声出していこうぜ。さてさ、年に1回しかないからね、生誕祭というものは。そう、お水も大事だね、お水飲む。明日初めて会うわ、君に声あり、初めて、初めて、キャー、私の生誕祭ですが、初めてね、初めて一緒に楽しみましょう。何回予報見てもルーちゃんが岐阜来る日雨、7月2日、その日雨、マジ雨、本当に
コールの質疑で声が裏返ったらすいません。いや、かっこいいよ、声を裏返るなんて。声出しすぎて。ああ、そうだね、明日のチームインの配信はルーちゃんの生誕されるから時間少しずらしてみた。あ、私のために。そうだ、でもあみちゃんがね、明日公演って言ったらね、だから、あ、チームインの配信が何時からですか。そうだ、聞いた。お見送りでカスカスの声を笑ってね、夜かもカスカスかもしれない。明日は、明日はね、もうね、一番私が喋りますからねとか言ってカスカスカラカラだったりしてね、まあ、それも思い出だよね、楽しい。うん、あ、明日のオルーサイ、オルーサイトレードで当たりました。おー、すごい、トレード待ってます、楽しもうね。ああ、そうなの、変更したんですね。そっかそっか、そうだ、ね、そんな出来事があってたんですね。うん、可愛い、会社でコールしますね。会社でコールしちゃってください。ルーちゃんの生誕生だからって言ったら許してくれると思います。そうそう。そうです。ってことでね。お願い、スクショタイムして、スクショタイムしますよ。じゃあスクショタイムいっちゃおう。あ、電気いるかな。あ、なんかいらない、これいらない？なくていいか。え？かわいい。え、ちょっと待って。え、なになになに、めっちゃかわいい。え？夢？え、すごい。え、待って、すごい、え、ギフトだ。え、びっくり。あ、待って、まだいる、くまちゃん。え、くまタワー、えー、ありがとうございます。ふふふふ、さん、ありがとうございます。びっくりした、かわいかった、めちゃめちゃ。はい、撮れましたか皆さん。スクショタイム成功、びっくり、ありがとうございました。くまちゃんってな感じで、ちょっとね、やっぱ明日も生誕祭があるということで、またね、続きは生誕祭のスピーチでってことで、またちょっと明日もお仕事早い方、平日ならね、いらっしゃると思うので。ねる、
起きてるの？かわいい。ルラちゃん見せますね。じゃあ現在のルラちゃんは、じゃーん、ルラちゃんスクショタイム。はい、チーズ。くしゃ。かわいいフリフリの、かわいいお洋服着てます。でここで寝てます、ルルちゃんは。そうだね、今日結構遊んだので、お家でルルちゃんと。そう、めっちゃくしゃみ出そうな、前兆した。今日めっちゃくしゃみ出るの、なんで。誰かルカの話してるっていうくしゃみが出る。はい、ってな感じで、寝顔乗せたら怒られない、ルルちゃん。ルルちゃんはね、すっごくとってもいい子なので、じゃんじゃん、ルルちゃん私乗せてねって言ってます。はい、泣き出すかと思った。くしゃみでした。ってことで、あ、こんばんは。こんばんはですが、今からショールームを終わろうとしております。こんにちはお姉さん、あ、こんにちは、こんにちは。はい、てな感じで、また皆さん明日の生誕祭はみんなで一緒に盛り上がって、劇場に来られる方も DMM の方もお仕事の方も見れない方もみんな心は一つに、一つでの気持ちで楽しみましょうね。ってことで、また明日です。バイバーイ。あ、明日ロビーで見られる方とかもいるんですかね。なんかコメントで見つけたんですけど、観覧、うーん、最近ハマってるグミです。いきなりこれしか勝たん状態になってる。ロビー観戦、本当に？みんなで楽しみましょうね、明日は。ロビー観覧の方もよろしくお願いします。じゃあね、またね、バイバーイ、おやすみなさい。また明日、バイバイ。